一日の疲れやストレスを手放し、心をリフレッシュさせる時間がやってきました。今、心身をリラックスさせるための旅へと出発しましょう。京都へようこそ。この美しいことは、日本の歴史と伝統の宝庫です。千年以上にわたり、京都は日本の文化や精神の中心地として映えてきました。今、この動画を通じて、京都の魅力に触れながら、心身を癒し、心地よい眠りに誘われる旅へと出かけましょう。京都の四季折々の美しい風景が心を穏やかにし、心身をリフレッシュさせる手助けをします。春の桜、夏の緑豊かな竹林、秋の紅葉、そして冬の雪景色、四季の移り変わりが織りなす京都の風景は、心を癒し、心を安らかにしてくれます。また、京都には日本の伝統と文化が息づいています。茶道や華道、着物文化、伝統工芸品など、京都ならではの文化を楽しむことができます。この動画では、京都の文化に触れながら、心身をリラックスさせる旅をお楽しみください。さらに、京都の自然の静けさも心地よい眠りをサポートします。寺院や神社の境内、竹林、川辺、これらの自然の風景は、穏やかな静寂をもたらし、心を穏やかにしてくれます。さあ、一日の疲れを癒し、京都の美しい風景とに、日本の文化を感じながら、心地よい眠りへと導かれること、京都への旅が始まります。